はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。ここもチャンネルのショーが今日は、現代版、最後の晩餐をお送りいたします。よろしくお願いいたします。最後の晩餐まあ、言わずと知れたですね。レオナルド・ダ・ヴィンチの、まあ、もう大巨匠の描いた絵。まあ、あのー、絵もそうですけれども、まあ、実際にそういうことが行われたということで、まあ、13人でね、まあ、この世の最後、 もう晩餐だよ。夕ご飯食べようよ、おいしいものを。ということで、まあ、あの世に行く前のね、最後の晩餐。まあ、これはどうなんでしょうね、皆さんね。いや、もう皆さん、も明日で地球がもう滅亡ですよと。ね、みんな頭にリングついちゃいますよというときに、じゃあ今日の晩ご飯何か一番みんなが食べたいものを食べましょうか。何でもいいですよって言われたら、 何をみんなで食べるかですよねで。そのアンケートを取った結果というのが出たんですよ。これはね、もう数千人にアンケートをした結果ですね。出ましたよ。日本ですよ。男女、男1000人以上、女の人1000人以上。対象にラスト飯ラスメシ。最後の晩餐ラスメシって言うんですね。ラス飯って。 一体何がいいのか外で食べるものでも誰かに作ってもらうものでも人生の終わりにとにかく食べたいものは何ですかというねアンケート調査をした結果ですよ出ましたねこれ全部あの15歳以上の方なんですけども発表いたしましょう、まあ、1位から上からいっちゃいましょうね1位寿司 お寿司なんですよ。日本人だね。お寿司。あー、でもわかるような気がしますよね。で、カッコがあんの。カッコ、回転寿司ではないやつ。カッコ、回っていないやつ。<laughs> すごいね。<laughs> そうか。そうか。お寿司でも、最後の晩さんは、回ってちゃいけないんだね。目が回っちゃうから。 そうか、回ってる寿司じゃ、えということは、ちょっと待って待って。回ってる寿司を食べるということは、まあ、いつも食べてる人多いよね。私なんかも食べますけど、え、回転寿司を食べてるってのは、やっぱり回転寿司じゃない寿司が食べたいなと思いながら食べてる。いや、そんなこともないよね。それはそれで美味しいじゃないね。うん、だけど、そうか、最後の最後は、 ちょっと回転しないやつを食べてみたいなってことなのか。そういうことなの。切実な願いだね。だけどね。そうか、人生の最後の最後は、回転しない、まっすぐな、置いてある寿司が食べたんで。斜めでもいいのか。斜めでも置いてあれば。あー、なるほどね。そうか、そういうことなんだね。ね、お寿司が食べたい。 お寿司の中で皆さんは何が好きですかいろんなものありますよね。アナゴが好きだっていう人もいればね。あの、サーモンがね、結構美味しいじゃないですか。サーモンが好きだっていう人もいますよ。いや、自分はマグロかなっていう人もいますね。まあ、トロがいい、中トロがいいっていう人もいれば、いや、マグロだけど赤身の方がいいかなっていう人もいるんですよ。あと、貝がいいかなとかね。卵がいいかなとか。まあ、いろんな人いますよね。そうか、お寿司ね。 まあいいかもしれませんね。最後の晩餐に日本人らしいですね。お寿司。そして、第2位、まあ第1位がお寿司ということで、第2位、焼肉、ステーキ。とにかく肉が食べたい。いやいやもう、力つけてどうすんのもういいでしょ。明日なんだよ、だって。で、もう今日で終わりで明日いなくなっちゃうのに、いや、寿司はいいけど、 肉で力をつけようっていうのかなどうなんだろうどうなのさ。助かりたいのそうじゃないよね。あ、やっぱり肉が好きなのかなね。美味しい神戸牛の肉が食べたい。そうか。あとは、肉分厚いやつ。ワインと一緒に食べたい。なるほどね。焼肉。 ものすごい美味しい焼肉をいっぱい食べたい。あのね。肉だね。若い人なのかなね。肉。そうか、肉もね。お腹いっぱいにしてね。肉でね。肉でお腹を満たして、次の日に天国へ。<laughs> すごいな。えっ、ー、とね、第3位がね。ラーメン。これどうなのなんでラーメンなんだろうね。好きなんだね、みんなね。ラーメンが。 そうか、ラーメン。えっ、ー、とね、行きつけのラーメン屋さんのラーメン。あ、行きつけのラーメン屋さんのラーメン、好きなラーメンがあって、それを食べたいってことなんだね。ラーメン好きなんだね、ラーメンね。なるほどね、ラーメンか。ね。うーん、まあいいかもしれない。小池さんっていたね、昔ね、漫画で。なんかね、あの、窓から覗くとね、 なんかぐるぐる目の、なんか変な丸い眼鏡かけて、ぐるぐるした目の頭の毛もじゃもじゃの小池さんっていう人がね、いつもラーメン食べてんの <laughs> そういうアニメあったよ。<laughs> なんだか忘れちゃったけど <laughs>。いや、な、なんかあったあった。あの、いつもラーメン食べてんの本当に小池さんっていう人がね。で、ラーメン。そっか、ラーメンね。第3位、ラーメン。第4位、カレーライス。出ましたよ、カレーライス。みんなが好きなカレーライス。えー、カツカレーが食べたい。 あカツがね、ちょっと豪華にしたいわけだね。最後だからね <laughs> え。辛いやつ。辛いカレー。なるほどね。お家の人が作ったカレーがいい。なるほど。あ、そうか。カツカレー、辛めのカレー、お家の人が作ったカレー。そうか。なんかそういう家庭の味なのかな。カレーってね。ボンカレーじゃダメだね。じゃあね。<laughs> 最後の晩餐ボンカレー。ね、天国行ってからね、神様に、お前は最後の晩餐何を食べてきたあ、あの、ボンカレーです。ボンカレーって言われちゃうよね。なんだそりゃってね。なんだそのボンカレーはってね。そうか、ボンカレー美味しいんだけどね、普段はね。最後の最後はそうか。 あの、美味しいカツが乗っかったようなカレーとか、まあ、お家の人が誰か作ってくれたカレーが食べたいってことですね。第5位。家族の作った料理。なるほど、今のカレーに通ずるとこあるね。うん、卵焼き。あ、家族が作ってくれた、誰か作ってくれた卵焼き。いいかもしんないね。家族が作ったシチュー。なるほどね。なんだか暖かいね。夏は暑いね。<laughs> そうか。家族のね。なんか家族と一緒に食べて美味しいねっていうことなんだね。なるほどね。しみじみしちゃうね。これは。そうか。これも、料理のだって名前じゃないもんね。個別の具体的な。1位が寿司、お寿司でしょ ?2 位が焼肉、ステーキ、肉でしょ ?3 位がラーメン。4位がカレーライス。5位が家族の作った料理だ。すごい。 すごいね。こんな、あの、抽象的なものが入ってくんだね。で、6位。これすごいよ。おにぎり。おにぎり。何がすごいかっていうとね。ほぼね、全員が、塩おにぎりなの。あの、塩だけでいいって言ってる。これはシンプルだね。あの、最後の最後はなんか悟るのかないやー、やっぱり、握りは塩だよ。え <laughs> 悟りを開くんだね。もう、なんか余計なものを、なんかうじゃうじゃ入ってなくて、塩だけ。塩握りで、あの世に行くの。かっこいい。神様がね、あっち行ってから、お前は最後に何を食べてきたんだい塩握りです。かっこいいなーって言われるかな言われない。<laughs> 言われないか。あー、シンプルだね。7位。 うなぎ。出た。これはありがちだね。うなぎね。うなぎ。うな重が食べたい。二段重ねがいい。お重に入ってるやつ。うるさいね。<laughs> 細かいね。<laughs> なるほどね。うなぎね。ああ、うなぎなかなか高いからね。食べれないもんね。だって専門店で食べて、うな重の上とかあるじゃない。今4800円ぐらいするんだよ。高くない 4800円って、<laughs> どんな値段だと思うよね。いや、すごいよね。浜名湖で取れたうなぎ。ねー高いね。普段食べれないね。そうか、最後の最後に浜名湖のうなぎのうな重を二段重ね。いいね。まあいいかもしんないね。それもね。8位がすごいよ。うなぎの後にこんなの出てくると思わないよね。7位うなぎでしょ ?8 位。 ただの白いご飯。<laughs> これはね、さっきは塩むすびじゃない。これ違うの。何にもない。もうただの白いご飯。炊きたて。かっこ炊きたて。炊きたて。炊きたてって何これ。いやー、すごいね。かっこ炊きたて。かっこ湯気が出てるやつ。<laughs> 細かいね。そうかー。 白いご飯日本人らしいね。だけどね。白いご飯が食べたい。わかる気がするね。だけどね。9位。オムライス。これはお子様でしょまあ、15歳以上だけど、まあ、大人未満でしょこの回答は。オムライスはね。オムライスは子供好きだもんね。赤いケチャップが乗ってるやつだね。ケチャップで顔描いたりするんだよね。お家の人はね。ニコニコマークとかね。いいよね。平和だね。うん。 これはね、あの、奥さんなんかも多いの。あの、結婚している。奥さんはね、旦那さんの作るオムライスが食べたいって言ってるの。まあ、旦那さんオムライス作ってくれんだね。いや、オムライスしか作れないのか。<laughs> そうか、オムライスは男の人も作りやすいもんね。あ、そうか、男の料理みたいな部分あるね、オムライスってね。なんかね。なるほどね。夫の作るオムライスが食べたいって書いてあるしています。10位。ハンバーグ。 お子様だね、これもね、きっとね。煮込みハンバーグ。なるほどね。美味しい味付けのハンバーグ。なるほど。和風ハンバーグ。あ、いろんなハンバーグあるもんね。ハンバーグが食べたい。なるほどね。なんだかしみじみしてくるね、最後の晩餐ね。日本人らしいね、だけどね。で、11時。11時以下いきましょうか。11時、味噌汁。 これ味噌汁単体なんですよ。味噌汁だけ。<laughs> 味噌汁って、いや、ちょっと待ってでも寂しくない明日で行っちゃうんだよ、あっちにっていう前の日の晩ご飯。豪華に味噌汁行こうかって。<laughs> いや、味噌汁豪華じゃないよね。いっぱい入ってるやつかなカニ味噌汁とかカニとかいろいろ。そうじゃないよね。きっとシンプルなやつがいいんだろうね。いつもなんか、まあ、飲んでるっていうか食べてるっていうか、そういう味噌汁がいいのかないっぱいだけで、もう味噌汁だけでいいよって。 なんかそうか、明日であっち行っちゃうと思うと食欲が湧かない人なんだね。これ失敗で、不安でね。明日か、え、明日、え、明日なのえ、明日、え、明日か。味噌汁ちょうだいっていうことなんだろうね。やっぱりね。力があんまり入んない人だね。これはね。11位が味噌汁。で、12位、蕎麦。あ、これは、いや、あの、ザル蕎麦とか食べたくなるよね。たまにね。そうか、お蕎麦ね。 これもなんか日本人らしいですよ。13位、餃子。ああ、好きな人いる餃子ね。餃子は焦げた方がいいよね。最近ね、あの、餃子が焦げるフライパンっていうのが売ってるんですよ。あの、わざと焦げるフライパン。焦げ付きやすいフライパンっていうのが売れてるんですって。昔は焦げついたらやだよって言ってね、テフロン加工とか買ったんだけど、今はね、わざと焦げるフライパンっていうのが売ってるの。専用に。 結構高いんだけど、まあまあ売れ行きっていう話を聞きましたね。いろんなことありますね。だけどね、餃子、焦げてないと美味しくないもんな、枚、うん、ね。14位、ケーキ。これは女の方多いでしょう。女子ですよね。いろんなケーキありますよ。私はね、ブルーベリーケーキが好きなんですよ。タルトみたいな。あれ、美味しいよね。でも、女子の方っていうのは、あの子供もそうだけど、いちごが乗っかってたりするクリームのケーキが好きだったりしますよね。 あの、フルーツケーキとかね。あと、チーズケーキかな。ね。そうか、ケーキを思いっきり食べてみたいんだね。うん、わかる気がするね。15位。唐揚げ。あー、なるほどね。唐揚げもね。うん、そうか、もう、明日行くんだったら唐揚げを思いっきり食べたいんだと。もう50個ぐらい食べちゃうよって人気持ち悪くなるよね。 吐き出すよ。本当に。そう、油っぽいもんね。唐揚げか。あ、唐揚げね。なるほどね。そして16位。卵がけご飯。なあ、卵がけご飯ね。これはね、いい卵じゃないとダメだね。新鮮なね。ねこの卵は1ヶ月前に生まれた卵なんだよいや。ダメだ。1ヶ月前じゃダメだね。ちょっとね。やっぱりなんかこう、最近取れたてでね、産みたてで、 あの、色がなんかちょっと濃くてね。で、なんかこう、卵になんだろう、弾力があるようなね、盛り上がっているような感じの卵で、いいお醤油をかけて食べたいもんだね、これね。だから、そのためにはご飯も良くなきゃダメだね、これね。ほかほかのね。なるほど。卵かけご飯。私の友達でね、あんまりでも熱いご飯にね、あの卵かけご飯、あの、やろうと思って家ですっごい熱いところにね、卵、あの、ポトンって落としたらね、 あの、目玉焼きみたいな、ちょっとやついたよ。あの、白身が白くなって、見る間に。そんな熱いご飯にかけちゃダメだよね。だけどね。ああ、卵かけご飯か。日本人らしいね。あの、外国の方はイギリスとかもダメなんですよ。生卵は。なんかね、菌があるんですよね、一応ね。で、それは日本人は体制があって、もう生まれた時からそうなので、親とかが。体制あるらしいんですよ。で外国の方はね、あの、食べない方がいいっていう話になってましたね。 やっぱりちょっと、なんか、その菌にやられてしまうらしいんですよ。生卵をね、食べると。だから日本独特のものかもしれないですね。16位が、卵がっけ。あ、えー、ごめんなさい。16位が、カツ丼。あ、カツ丼か。これも日本独特だよね。あ、カツ丼も美味しいね。卵があるもんね。カツ丼もね。なるほど。卵と肉いっぺんに食べれるからね。 贅沢だね、ちょっとね。卵かけご飯よりは贅沢だもんね。なるほどね。えー、18位です。卵焼き。卵焼きね、シンプルだね。だけど、そういうシンプルなものが食べたくなるのかなもう終わりだっていうとね。もう終わりなんだから、いや、贅沢はもういいよっていうことなのかな卵焼き、ちょっと焼いてくれればもうそれでっていうことなんですね。 サトリー開いてるね。やっぱりこの方もね。卵焼きを選んだ方々はね。19位。アイスクリーム。ご飯じゃないだろうって。<laughs> いや、なんだよ、このアイスクリームって。<laughs> なにえ、晩ご飯にアイスクリームを食べるってことだよね。だけどね。だって最後の晩餐で晩ご飯だよって言ってるんですよ。それなのに19位飛び込んできてるのはアイスクリーム。 ご飯の代わりにアイスクリームをめいっぱい食べたいってことなんだよね。もう気持ち悪くなるぐらいアイスクリームを食べてみたいってことでしょもう食べて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 、喉まで埋まるぐらいね、アイスクリームが食べたいってことだよね、これね。アイスクリーム好きなんだね。まあそうか、アイスクリームね。うーん。まあ食べたいね。まあ、これでも最後の晩餐食べた後に食べたいね。<laughs> 晩餐そのものじゃなくてね。そして、最後、20位です。 すき焼き。これ結構すき焼き低いね。20位だもんね。もうちょっとなんかあの、ベスト5に入っていてもよかったのかななんて思うけど、あんまり日本じゃ人気ないね。すき焼きね。あ、そうか。高いからか。普段あんまり食べないもんね。きっとね。高いもんね。すき焼き。あの、すき焼き屋ですき焼き食べたら高いよ。あの、二人で食べるとね、大人二人で食べたら3万ぐらい飛ぶよ。赤坂で。東京の。あのね、大阪でもそうだよね。 大阪の中心地でね、南波とかで食べたけど、やっぱ3万ぐらい行くよね。すき焼きめいっぱい食べると。いやー。え、なにそれ高いとこだってあ、そうそう。いや、高いとこなの。あの、高いとこだけど、いや、だけどね、あの、普通の店だよ。赤坂でも。本当に。銀座でも食べたけど、3万ぐらいになっちゃうよね。本当にね。高いね。うーん。で家で食べても高いよ。いい肉でやると。 やっぱりね、家族4人いたら、肉だけで4、5000円いっちゃうでしょ、すき焼きの専用の肉だったら。ね、あの、豚肉でやるとこもあるよね、群馬県なんかねで。それだともうちょっと安く済むけど。それでもね、あの、豚肉の群馬の専門店、すき焼き店は高いよ、ちょっと。まあ、そう、何万もいかないけどね。いや、だけど1人4、5000円いくよね、やっぱりね、豚肉でもね。まあ、すき焼きは高級料理だね、だけどね。本当に、そんなにしょっちゅう食べれないね、これね。 そうか、すき焼きでお腹を満たして、明日はあの世へということだね。気合入ってるね。悟りは開いてないね。気合が入ってる。<laughs> 肉系は、肉系は気合入ってるよね。まあ、ということで、最後の晩餐皆さんだったら何を食べるかですよ。いや、だけどなんか明日でそうか、終わりかと思うと、食欲出る <laughs> 出るかなねえ。 そこら辺問題だね。本当に明日で終わりだと食欲でしようかなんか舐めてりゃいいかななんてなんないかなねえ。難しいね明日で終わりじゃなくて、もしかしたら大丈夫なんじゃないかなっていう希望があるから、1位お寿司とかなるのかなねえ。まあでも希望を持っていきたいもんですよ。今世の中ね、ちょっと殺伐としていてあまり良くないですけど。まあ皆さん、 毎日が最後の晩餐だと。<laughs> もう、エブリデイ最後の晩餐。ね。皆さん、毎日が最後の晩餐だと思って、いいものを、好きなもの、美味しいものを食べて、毎日過ごすというのがいいと思いますよ。ね。好きなものを食べてください。本当に悔い残りますよ。毎日毎日が最後の晩餐。本当に頑張りましょう。ね。ということで今日は、2000人の 男女15歳以上の方々にアンケートを取った結果、なんと最後の晩餐に食べたいものは、第1位、お寿司でした。回ってないやつ。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。